はい、こんにちは。ドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則で、社長のビジョンを確立し、強力な経営チームを作り、管理職に火をつける、ドラッカー専門の経営コンサルタント村瀬康介です。今回はですね、非常にご要望の多かった管理職研修、ドラッカーの社員教育をやるとしたらですね、管理職研修、私これメインでやっておるんですけど、管理職研修についてお話をしていきたいと思います。一つ目のテーマはですね、管理職の生産性を上げるにはというテーマです。管理職の生産性を上げるには、ドラッカーはですね、こういうことを言うんですね。生産性、成果を上げたければ、ピーター・ドラッカーはこういうふうに言うんです。成果を上げる方法はたった一つであると。それは成果を明確に定義し、成果に集中させること。僕はこれを成果集中の原則と、管理職研修の中で定義するんですけど、ほとんどの人が、組織の中で働いているほとんどの人が成果というものを意識せずに働いているんですね。なんとなく朝9時から、17時18時まで働いて、なんとなくトゥードゥーリストを作って仕事を終えた、これでは成果が出ようがないんですね。ドラッカーは成果を上げる人というのは、成果といったものを必ず明確に定義して決めて、成果に集中して、成果から仕事をする、仕事から仕事をするんじゃなくて、成果から仕事をする。今日の仕事の成果は何か、この会議の成果は何か、この書類の成果は何か、この面談の成果は何か、成果から仕事をするので、成果から、成果が出るというんですね。これ成果集中の原則と言います。ですので、管理職の成果を上げるためには、管理職というのは非常にマネジメント陣多くの仕事いっぱいあるんですね。僕は社員研修でよくお話しするんですけど、まず成果というものは朝一明確に定義してください。今日の仕事の成果、午前中の成果というのはこういうものを上げる、またこの商談ではこういう成果を上げる、で成果に集中してください。なんとなく仕事をトゥードゥーリストを作ってやるんじゃなくて、今日の成果は何かというのを書き出した上で、その後トゥードゥーを作ってください。これすごい大事なことで、今日の成果は何かって、今日の成果ってこうシートを作るんですね。今日の成果は何かって書き出した上で、この後にトゥードゥー、今日の成果というのは、お客様に対するこういう、お客様にクロージングして、お客様から受注することってのがあると、それに向けて何をやっていくかって。まず成果を上げるためには、成果を明確に定義、成果が分かってないと成果を上げようないんですよね。例えば皆さん、オリンピックの選手がですね、例えば、成田空港から出てきてします。あなたは、あなたの成果なんですか、あなたの成果なんですか、あなたの成果なんですかって聞いた時に、私の成果は金メダル取ることです、金メダル取ることです、金メダル取ることです。成果が明らかになって、成果が明確化してるからこそ、成果に集中して金メダル取れるわけです。その中に一人だけでもですね、私の成果は、オリンピック出た後の広告に出ることですなんて言ったら、金メダル取れないですよね。成果を明確にしなければ、成果を上げることはできない。ドラッカーはですね、単なるただ仕事をするのと成果を上げることってのは全然違う。単に仕事に動き回るだけなら、クレーム対応、いろんなことバタ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 動いてる人が成果上がるわけじゃない。動くだけなら虫でも動くって、成果を明確にして、成果を集中にして、成果から仕事をするから、成果が上がる。ドラッカーのですね、社員教育、管理職研修ではですね、成果を明確にして、成果に集中するってことをやっていきます。そのためにドラッカーの言葉をもう一つご紹介させていただきましょう。成果を上げるためには、成果を明確にする、これが一つ目。次に、成果につながらない一切の仕事をやめさせる。管理職というのはですね、部下をマネジメントしてるんですね。チームが成果を上げるためには、チームっていっぱいたくさん仕事ありますね。日々の仕事で雑務がいっぱいあって追われてるわけです。成果を明確に、一人一人の成果を部下でも定義してあげて、成果につながっていないような仕事を全て取り上げる、これが成果を上げるコツ。集中する、成果集中の原則、集中するというのはそれのみをやる、それ以外やらないということですね。集中するというのは逆に言うと、成果集中の原則、これ集中、捨てるってことなんですよ。捨てる、成果以外を捨てさせる。成果を上げるためには、成果を、ドラッカーの言葉をもう一回言いますね。成果を上げるためには、成果を明確に定義せよ。成果を上げるためには、成果を明確に定義し、成果につながらない一切の仕事をやめさせよ。成果を明確に定義し、成果につながらない一切の仕事をやめさせるから、成果が出る。生産性が高い人というのは、仕事から仕事をしない、なんとなくトゥードゥで仕事をしない、成果を明確に定義して、成果から仕事をする、常に成果を意識して仕事をしてもらうことが、管理職のこの、人材育成においてです、ね、管理職研修において成果を上げていくポイントになっていく。これ私のドラッカーを教えてくれる人を生かす経営7つの原則というですね、ドラッカーが日本一分かりやすく、これ組織の中で私の研修記録を全部まとめた、産業能力大学から出てロングセラーになってるんです、まとめた本ですけど、第3の原則、成果を上げる原則というのをより詳しく書いてますので、この後また動画なんでもご紹介させていただきますけどね、ドラッカーを教えてくれる人を生かす経営7つの原則、ドラッカーを管理職研修に導入しますと。
人材育成に導入しますので、普通の管理職、一般的な管理をするっていう管理職じゃなくて、起業家的な自立的な事業を作っていくような強力な起業家的リーダー、イノベーションを起こせるような、また変化を機会とできてチェンジリーダーというようなリーダーが育っていきます。この第3の原則、生産性を圧倒的に上げるリーダーというのはこのように育っていきます。僕のドラッカーを教えてくれる人を生かす系7つの原則、村瀬式ドラッカー、ただ難しいドラッカーはたった7つの原則でできるようにしたものの、第3、生産性成果の原則といったところを、より詳しくですね、よろしければお読みになられてみてください。今日はですね、ドラッカーの社員教育、管理職研修編といったことで、管理職の生産性を上げるには成果を明確にし、成果につながらない一切の仕事を取り上げるといったことでした。ぜひご参考にしていただけましたら幸いです。本日はご視聴どうもありがとうございました。今回は多くの企業で取り入れられ、イノベーションに成功し、成長路線を実現した実践できるドラッカー理論、人を生かす経営7つの原則について説明させていただきます。ドラッカー系とは、ユニクロ、キヤノン、セブンイレブンをはじめ日本世界の成長企業が取り入れた実践できるイノベーションの最強理論です。しかしドラッカー経営を中小企業が取り入れるには問題点がありました。ドラッカーの書籍理論があまりにも膨大で、なかなか理解実践しにくいといったことだったんです。そこでドラッカーの最重要エッセンスを実践できる7つのコンセプトに集中し、中小企業から大企業までイノベーションを起こせるようにしたものが、この人を生かす経営7つの原則なんです。これは組織にイノベーションを起こす最強の人材育成理論、組織開発の理論です。優れた経営とは、優れた経営思考モデルを共有することで、卓越した組織は全社員さんが優れた経営思考モデルを共有しているため、正しい経営判断、意思決定をすることができるのです。今回は最強の経営思考モデル、ドラッカーが実践できる人を生かす経営7つの原則について解説していきます。第1の原則、マーケティング顧客思考の原則。経営で一番大切なのは顧客です。ドラッカーもマーケティングこそ経営の最重要目標であると言いました。この原則では、市場で差別化し顧客価値を向上し、圧倒的に顧客に選ばれ続ける顧客思考の組織を作っていきます。第2の原則、イノベーション変革の原則。組織はイノベーションを起こしていかなければ生き残っていくことはできません。大変化の時代に対応し、業界の固定観念にとらわれず、新しいイノベーションを引き起こしていくことができる、新規事業を作ることができるようになる。これが第2の原則です。第3の原則、生産性成果思考の原則。ドラッカーは言います。成果を上げることは習慣である。それは知っているか知っていないかだけの違いである。この習慣は誰にでも身につけることができます。この成果思考の原則では、成果の上がる習慣を身につけ、社員さんの生産性を何倍にも倍増させることができます。これが第3、成果思考の原則です。第4の原則、学習思考、学習する組織を作る原則。ドラッカーは言います。組織に優劣があるのではない、学んでいるか学んでいないかの違いだけである。組織は人でできています。人の成長こそ組織の成長です。経営者としていかに社員さんに自律的に学び成長してもらう文化を作るか、これは組織の成長にとって非常に大切なことです。第4の学習する組織の原則では、社員さんが自律的に学び教え合う組織、学習する組織を作っていきます。第5の原則、リーダーシップ確立の原則。リーダー以上になる組織はありません。リーダーの限界が組織の限界です。この原則では、社員さん一人一人にリーダーシップを確立し、高い目標を掲げ挑戦していただきます。変化に対応できるチェンジリーダーに進化し、高い目標を達成する挑戦的な起業家リーダーにも進化していただきます。第6の原則、ミッショナリー使命確立の原則。強い組織は使命に導かれています。人は使命のためならば命まで投げ出す生き物だからです。この原則では、一人一人の社員さんにミッション、起業家としての使命に目覚め、圧倒的に高い成果にチャレンジしていただきます。雇われマインドではなく、起業家的なミッションからチャレンジする、起業家的な使命を持った社員さんに進化していただきます。第7の原則、マネジメント人を生かす原則。マネジメントは人のことである。経営の最重要目的は人を生かすことであるとドラッカーは言いました。この第7の原則では、人を生かし、人の強みを爆発させ、最強のチームを作り、最強の生産性を上げ、人を誇りあるものとする最強組織の作り方を学んでいただきます。これが第7の原則、1から6の原則の終着線、究極の原則、人を生かす
マネジメントの原則です。いかがでしたでしょうか。これが大変化の時代、人を生かし組織にイノベーションを起こし成長路線にシフトすることのできるドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則です。難解なドラッカーをシンプルな7つの原則に集約し、これ以上に実践しやすいドラッカーの理論はありません。組織の人を生かしたい、イノベーションを起こし最大の成長路線にシフトされたいと考える経営者の方は、ぜひこの原則を社長から経営幹部、そして部長課長と導入されてみてください。ドラッカーは言います。変化の時代には変化を機会とせよ。それがチェンジリーダーになる秘訣である。変化を機会とし組織に最大のイノベーションを起こせる、その手腕は経営者としてのあなたにかかっています。ドラッカーを導入され、ぜひ成長企業にシフトしませんか。ドラッカーの扉はあなたに開かれています。変化を機会としチェンジリーダーに進化し、今こそ経営に勝利しましょう。